えー、私のあの幼少期の頃の作品が非常に最近舞台化もしておりますけど、その中でね、えー、ハイスクール記念組ってのはこれも本当にまあなんて言うんでしょうあのー、コメディー色がね強くてあの私の幼少期をこうね非常にこう揺るがす非常に面白い作品だったんでそれがあの舞台化できるということで、ね、本当にあのあの皆さんのおかげでございます本当にありがとうございます。あのー、開演まあゲネの前にねあのちょっとだけ え皆さんにお知らせというかちょっとお願いというかね、えー、したいなと思っておりますけどもあの先ほど申し上げましたように、あ。のー コメディー色があの強い作品でございますから、えー、このゲネプロっていうのはこれは恐ろしいもんでですね、えー、これはまあ何て言うんでしょうあの関係者の皆さんの冷たい視線がです、ねえー、こう飛び交うとです、ね、あのこのあと初日を迎える役者が非常にこうあのナイーブな気持ちで、えー、こう初日を迎えてしまうというそういうことになってしまいますからあのここでゲネでねあのちょっとでも面白いところがあればねこれはぜひ笑っていただきたい。 ねえーまあ、強制ではございませんけれども、やっぱりそのここでちょっとね、あ、えー、めていただいて、えー、いい形でですね、初日を迎えたいなと思っておりますから、あぜひよろしくお願いいたしますということだけ、えー、私、ちょっと言いたくてですね、ステージに上がってしまいました、本当にすみません、えー、じゃあ、そんな感じで、まあ、始めていいですかね、もうね、はい、ちょっと押してしまって、本当に申し訳ないです、もう早速始めますので、よろしくお願いします。